電語経線48愛知電気鉄道電語、軽電車は愛知電気鉄道が申請した通勤軽電車、で波線40型とも称する。高年愛電と明記鉄道が合併し、名古屋鉄道が設立されたことに伴い、もう線40型と解消された。1922年に日本車両製造で8両が製造された全長15.062メートル。 6 0 0ト区間用車両であった。1935年、明記鉄道と愛知電気鉄道が合併し、名古屋鉄道となると同社の車両となり、1941年の形式称号改定により出破1040型はも1040型に解消する。1948年に、伝送解除され、国1040型になり1 5 0 0ト区間用となる。 1958年5両が交代化されて92700型となる。残り3両のうち1両が廃車され、2両はニセスチール化600部以下され、瀬戸線に移り、1965年に伊比線に移る。1966年2月に2041が廃車される11月に2042は、北名鉄道に譲渡され、 1> 1に解消される北江名鉄道では、同時期に譲渡されたも560型と連結して使用され、1978年の北江名鉄道線の廃止まで使用された。区に1700型となった車両のうち、2712から2714は、高松琴平電気鉄道に譲渡され、1020型となり、2004年まで使用された。 北稲鉄道区550系電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。